チャーハン作るよ。本日は五目チャーハンを作ります。てて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 てではですね、卵を割りまして溶きます。皆さん、お店で女の子に声かけてますか？私、声を大にして言いたいんですけど、あ、あの子可愛いなとかレジで思うじゃない？そういう時、ありがとうって言えばいいんですよ。ありがとうって、おばちゃんに声かけるみたいな感じで言った方がいい。多分若い子だと思って声かけたら、多分お互い緊張したから、はい、ありがとう、ごちそうさまって言って帰ると、もう好感度1000ぐらい上がる。レジをやってる身からすると、ありがとうっていう人めっちゃ少ない。日に2人ぐらいなんですよね、結構。もう本当ありがとうなんて言わない。女性はたまに言うけど、男性はほとんど言わないんで、ありがとうの5文字もう無表情でもいいけど言ったら、めっちゃくちゃ嬉しいんですよ、言われた方がね。それをライトに言うと、あ、この人はどこでもありがとうって言う人なんだなって思うんですね。だから、それを、まあ、毎回言うことが大事。3回、4回言った後に連絡先を出すとかした方がいい。急に、なにこれ僕の名刺なんだけどって言ったら、マジで怖いから、こっちからしたらね。女の子はね、もらうんですよ、そうやって連絡先を。でも毎回ありがとうって言ってくれた、私のそのバイトを続けようって思わせてくれた素敵な人に連絡先を渡されたら、いい人なんだなって思ってるから、それはね、確率が上がると思います。メモを切ります。みんなはね、ありがとうの達人になってください。私これ小学校の時に言われたんだけど、校長先生に、皆さんはありがとうの達人になってください。私その言葉をずっと覚えてるんですけど、ありがとうの達人になってね、マイナスなことはここもないです。大きいですね。じゃあ炒めます。今日は菜箸を使います。すごい、息が遠い。熱くない。名刺とかレシートの裏に連絡先を書いて、帰ってこなかったらもう二度とその店行けないじゃないですか。でもそれはしょうがない。女の子的になんか怖いなとか思って、でも挽回のチャンスがもしあるとするならば、もう一回普通に行くじゃないですか。そのパン屋さんとか、まあ、お店レストランとかに行って、その女の子が受け取った次の瞬間捨てたり可能性があるから、でも受け取ってくれてありがとうみたいなことを言ったら、まあ、あっけらかんとできるよね。もう連絡先を出したら連絡しなきゃってでしょとか言ったら、めちゃくちゃちょっとうざいんで、もうマジ爽やか、受け取ってくれてありがとう、で俺昨日さとか違う話をしたら、好感度は8500ぐらい上がります。これは絶対験。今日はどんぶチャーハンだから、ペットショップに匂いしない。たまにメールとか書いて渡してくるお客様がいて、私働いてたことあるけど、いいとか、メールはちょっと難しい。 LINE、 絶対的に LINE がいいよ。電話番号もやめた方がいい。若い子は携帯電話持ってるけど、電話として携帯電話持ってないので、 LINE するために持ってるので、携帯を、あと TikTok とか、だから絶対 LINE がいいです。電話は苦手です、若い子は。みんな、特に学生は。本日の恋愛講座も終了いたしまして、チャーハンを作り終わりました。もつチャーハンです。美味しそう、美味しそう。はい、完成。いただきます。